ということでどうも皆さんこんにちは。私生活が忙しすぎるニグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。やほやほ、モナだよ。今回もマインクラフト実況。あれ、どうしたんだ。夜だったので朝にしてきます。別に今やらなくてよくね。ポン。ということでどうも皆さんこんにちは。また挨拶するの？違いますよマリサ。冗談ですよ冗談。石油王ジョークですよ知らないんですか？何そのパワーワード。今回は一体何をするの？とりあえず録画外の作業の紹介と施設の充実を目指しましょうか。まったりのんびりと行きましょうよ。そう言って今までまったりだったかいないんだよな。まずは録画外で作ったものの紹介から。前回作ったニグエッセンス生成工場を増設しました。なんか増殖してるね。同じものを2ライン増やして3ライン体制にしました。まだ素材の関係で最高速にはできていないですが、放置しているだけでなかなかの量のニグエッセンスが手に入りますよ。見てくださいよこの量を。いいですよね。高揚って感じがしますね。確かにこうやって見るといい感じだな。これだけで3時間くらいは過ごせますね。もう少し有意義に時間を使おう。そして今回はこれを最高効率にするためにじゃん。しっかりと素材をたらふく集めておきました。おお、すごい量だね。あ、じゃんって効果音だったのか。てっきり新しい語尾をつけ始めたのかと。どうしたらそうなるの？この素材を見てわかる人もいると思いますが、今回はニグクリスタルを大量生産していきますよ。とりあえず1スタック分を加工しておきます。せっかくなので加工の間に新アイテムの紹介を。まずはダイヤモンド防具一式を作って、ダイヤモンド防具にニグニウムで。ニグニウム防具の完成。これも装備できますが中間装備みたいなものですね。同じように他の防具も作っていきます。なんか白いのって不思議だね。せっかくなので装備していきましょうか。見てくださいよ、どうですか。なんか黒から急に白になると変な感じだな。まるで豆腐みたいだ。すごく弱そうに聞こえるからやめて。しかし、これはまだもう一段階進化を残しているんだ。豆腐と言っていられるのも今のうちだ。うちだどっから出てきた？違うよニグ、うちだじゃないよ。やるんだったら田中にしないと。ごめんそういう問題じゃない。ニグニウム防具にニグダイヤで。ニグダイヤ防具の完成。なんと最大体力が増えるというおまけ付きです。これも同じように全身分作って、早速装備していきましょう。ほら、見てくださいよこの強さ。体力が倍になってこんなにも多くのバフが。これはもう敵なしですね。間違いない。意味農家だよね。農家なのにそんなガチガチに装備しててもいいの？世界守るつもりなの？違いますよマリサ。農家でもこんな装備しないとやられちゃうんですよ。あれここグルメ世界かな？しかしこのままだと農家必須スキルの飛行能力が使えない。飛行がさも当然みたいなことには突っ込まないからな。そのために飛行できるアイテムをクラフトしていきましょう。確かこの中にあったはずですが。ああ、ありましたね。そういえばまだ録画外の作業を紹介しきれていませんでした。せっかくなので紹介することにしましょう。エンチャント設備を作りました。さらっと言っていないようじゃないからね。普通はエンチャント施設作るだけで1パート使うもんね。せっかくなので通気性抜群の古い建物っぽく作りました。なんか神社みたいだな。しっかりと本棚も作っているので、30レベルエンチャントができます。試しにニグダイヤ防具にエンチャントできるか試してみましょうか。ダメだったな。まあこんだけバフがついているのでよしとしましょう。次はこちらの建物ですね。ここにはある事件があったので SCP の管理下のもと収容しています。SCP-029JPN は非常に危険でしたね。なんで事件を録画してないの？この詳細はニグの作業生放送をチェックしてね。投稿時は期間限定で公開しているけど、メンバーに登録していれば見れるよ。さらっとメンバーシップを宣伝していくのやめようか。羽も見つかったことだし、早速クラフトしていき。あれ、どうした？空飛べないから上の作業スペースに行けない。行けない。行けないよ。上のフロアに行けないよ。いや仮拠点でクラフトすればいいじゃん。こっちでクラフトしないと家が爆発するんだよ。この実況で何を七に取られているの？どうしよう。どうしよう。なんとか光収集機に乗れればいいんだけど。てかニグニウム置いてあがればいいじゃん。ニグダイヤ、羽で。切り替え早すぎない？ニグの翼の完成。別にエナドリなんかのまずとも、ニグモッドなら翼を手に入れることができるんです。エナドリ全方向に一旦謝ろう。どうしてですか？私悪いこと言ってないですよ。いいかニグ、最近の世の中は怖いんだ。どこをどう切り取られて晒し上げられるかわからないんだぞ。いやおかんか。けどみんな殺伐な雰囲気だよね。こういう時にこそ農業ですよ。全世界農業すれば平和になりますよ。運命対価かな？ニグニウム、ダイヤモンド武器で。ニグニウム武器の完成。攻撃力もいい感じに上がっています。ちなみにニグニウムの剣は攻撃力29です。やっぱりここもニグなんだな。ダイヤモンドから急に強くなったね。
ニグニウム武器、ニグダイヤで。ニグダイヤの剣の完成。攻撃力は驚異の290です。ここまではモッド紹介の時にも見たな。どうやらあれから新しい武器が作れるようなのですが、いかんせんコストが激重なのでどうにかしたいですね。そんなこと言って次のパートくらいでさらっと作ってそうだけどな。ニグクリスタルも集まったのでクラフトしていきますか。まずはアップグレードパーツマーク1を。お前の脳みそにビットしかないの？ということでニグニウムとダイヤモンドでアップグレードパーツマーク1を作り、ニグダイヤで囲ってアップグレードパーツマーク2に、さらにニグクリスタルで囲ってマーク3に強化。早速設置しに行きます。前回作った分と合わせてどれだけ伸びるかですね。こんなにあるけどまだ最高効率じゃないんだな。あとニグクリスタルが16個あれば最高効率ですね。お、目に見えて早くなったね。ほらほら、見てくださいよこの密度、本当に高揚ですね。高揚心がくすぐられますね。高揚心って何？これだけあればニグエッセンスは心配しないで済みそうだね。あと3時間くらいは眺め続けましょう。その前に動画を進行させようか。眺めてたらいつの間にかニグエッセンスができていたので、最高効率までアップグレードできました。なんか矢印がすごい滑らかだな。これが最高効率の威力、エッセンス力5000を超えている。ごめんエッセンス力って何？マリサエッセンス力をご存知でない？なんで知ってるのが当然なの？エッセンス力はエッセンスの生産能力を戦闘力に置き換えたものです。ちなみに1万エッセンス力が人間1人分です。あれ以外にしょぼくね。暇なので日課であるダイヤモンド作物の収穫に行きましょうか。もはや日課とかしている。そんな大々的に言う必要ある？どうやらニグダイヤ防具には作物に優しい機能がなかったようです。作物に優しい機能とは一体？どうやら農家足防具の機能だったのでそこだけ付け替え。それじゃあダイヤを収穫中にコメント返信をしましょうか。みんなたくさんのコメントありがとうな。それじゃあまず一つ目のコメント、1億は余裕で超えてくると思ったのに。いやいや手作業ですよ、さすがに労力的に無理ですって。そろそろ視聴者も感覚が麻痺してきたんだな。うん、これはまずいですね。お薬処方しておきましょうか。お前のせいだからな。次のコメント、エヴァハのザ・ビーストのやつめっちゃわかる。やっぱりわかる人はわかるんですよ。いい感じに BGM が入り込むのいいですよね。次のコメント、活動再開して早2ヶ月か思ったらプレミア公開で2500人突破するって。ニグニキがそんなに有名になっていて嬉しい。とりあえず祝いに風呂食ってきます。コメントありがとうございます。エッフロの件には突っ込まないの？前回の動画、ありがたいことにプレミア公開2500人突破したんですよ。活動再開前では考えられないよな。本当に視聴者に支えられているなぁとしみじみとしています。このまま YouTube トップ目指せたら面白いですよね。まあフルコミットじゃなくて、のんびりできたらいいね。次のコメント、フォートナイト練習してどっちもできるように頑張れ。マジフォートナイト難しすぎますって、ソロとか魔境ですって。確かに、サブチャンでも全くビクロイ取れないよな。だからもうエンジョイ勢として活動していこうかなって。鬼ごっことかかくれんぼとかしていきましょうよ。もはや打ち合ってないんですが。次のコメント、ニグさんがピストンで出してる。は、次のコメント、パスルーしていくんですね。あと数年したらパート1で最終回まで全カットになるのか。今のペースだとバニラ実況だとそうなりそうですね。設定しよう。次のコメント、ようやくニグさんのダイヤ数になったので本物だと感じました。どうやらやっとこの実況シリーズがニグ本物が投稿していると分かったんですね。ダイヤ数で判断してることに突っ込もう。無断転載は即通報、許されないですからね。次のコメント、昔のサムネイルとほとんど変わってなくて。あ、気づきました？一番のこだわりポイント気づきました？実は前回の動画、サムネイルに一番こだわったんですよ。こだわる部分違くない？農業でダイヤ100万個のサムネっぽくしたので懐かしさを感じてもらえたのなら何よりです。次のコメント、そのうち拠点ビルが最高高度まで伸びるんだろうな。畜生、やろうとしてたのに。やろうとしてたんかい。このコメントのせいでできないじゃないですか。そこまでやると二人の丸パクリだからな。ただでさえ許可取ってないのに気をつけろよ。まあ大丈夫ですよ、この動画なんて見てないはずですから。唐突なネガティブ要素。この他にもたくさんのコメント、うぽつありがとうね。コメントがあれば私は頑張れるので、みんなたくさんコメントくださいね。この環境ではもうそろそろダイヤモンド労力的に集められないから、今こそ感覚を戻すチャンスだぞ。ということでアップグレードパーツを1ラインだけ積んでみました。見てくださいよこのパイプの密度、高揚心が爆発寸前ですね。高揚心デフォルトなんですね。けど、この密度はすごいね。まだ1ラインしか最高効率にしていないんですよ。これがもし全部最高効率だったらやばいですね。そうしたらそろそろ自動クラフトとか保管チェストとか、今の設備をもう少し改良しないといけないな。こうやって新たに改良する部分が出てくる、これこそ高揚ですね。あれこれニグと農業メインのシリーズだよね。ということで、今回はここら辺でおしまいです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくな。
サブチャンでも生放送しているからよかったら登録してね。ニブの犬小屋で検索だよ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくれよな。